えそして、まだ話は終わりません。いや、むしろ、ここからがもっと声を大にして言いたいところなんですね。こんにちは、柳沢ですえ。今回は僕がずっと前から一度はしておきたかった話をしていきたいと思います。でそれは何かっていうと、中国流は中国で生まれた布石ではないということなんですね。中国流って言ってね、あの、こういう布石ですよね。まあ、これ、プロは問わず、最もよく打たれる人気の布石戦略の一つですね。 で名前からして普通は誰もが、まあ、中国発祥だというイメージを持つと思うんですけれども実際は違うということについてちょっと触れておきたいと思います。じゃあ最初に打ったのは誰なんだというとえこれ日本人なんですよね。安永はじめ先生という方です。安永先生はもともと本因坊系で修行されてプロ級の実力を持ちながらあえてプロにならない道を選ばれたという経歴の方なんですね。まあ、本因坊系といっても本当にその家元がねこう亡くなるこう時代の変わり目の頃に、えー、修行されてそして日本企員が まあでき僕はちょっとそうどういういきさつでね、あのー、っ,てっていうのはわからないですけれども、まあまあ、プロにはまあならずに、えー、そういう道を選ばれて、まあ、しかしプロ囲碁界にもですね大変な影響力があって、えー、例えば若かりし頃のね悪ガキだった藤田秀孝先生であるとか坂田先生をねぶん、えー、殴ったというような逸話も伝わっているぐらい、まあ、すごい影響力があったという方なんですね。 で、囲碁界にね、あの本当に数多くの功績を残されているんですけれども、特にライターとして精力的に活動されて多くの著作があります。中でも、新布石のライターを担当されたことはすごく有名だと思います。新布石をね、考案されたのはもちろん御世源先生と北に実る先生ですけれども、まあこれがこう世の中に広まることに一役買ったのが、えー、安永先生ということなんですね。 安永先生ご自身も、あの、そういう模様をしたいとしたね、ダイナミックな語がお好きだったようで、まあ、それであの、こういうね、あの、当時としては斬新な布石、えー、も、まあ、研究されたのではないかなと思います。じゃあ、なぜ中国流っていう名前になったかっていうことなんですけど、これはまあ、以といえばね、まあ、日本が圧倒的にレベルが高かった当時の時代に中国遠征団が組まれて、その一員として安永先生がこう行かれたわけですよね。 で、安永先生がこの布石を、あの、打った時に、向こうの騎士がすごい関心して、えー、まあ、こぞって、えー、真似していったということなんですね。で、それ以降、あの、中国の騎士が、あの、まあ、これをすごく研究して、で、好成績を、えー、収める、えー、ことになり、で、まあ、中国の騎士が、まあ、みんな、あの、これを、やってくるぞというようなことで、え、中国流というふうに、まあ、誰かが呼んで、まあ、どっかのライターさんが書いて、それが定着していったということになるかと思います。 で、あとこれは当時のこう世情として、まあ日本全体のね、こう気質として、まあ今でもそうかもしれませんが、外国の名前をつけるとなんかあの日本人に受けるという傾向がまああったと思います。例えば、あの、う州みかんってありますよね。あの、あったかいにあの州、中州ゅうのすっていう字書いて、雲州みかんってありますよね。あれはあの日本原産なんですけれども、なぜか中国の地名を名前に関しているということなんですよね。あの、なんかそれと、 ちょっとこの中国流のね、あの名前の付け方はちょっと似てるんじゃないかなと個人的には思っているんですけれども、まあ、とにかくそういういろんな兼ね合いがあって中国流というふうにまあ名付けられたというかね、まあそれが定着していったんですが、まあ、しかし、あの安永流なんてね、あの呼ばれるのは、あの、まあ先生のね、こういろんなお話を聞いていくと、多分先生ご自身がまあそういうのは嫌だった。 ええと、思いますし、また、あの、安永先生は、まあ、一応アマチュアなので、まあ、その名前を関した布石っていうのをね、こう、まあ、プロが真似するとかになったら、まあ、ちょっと形に関わるというかね、あの、そういうことももしかしたらあったかもしれません。ただし、まあ、あの、当時はね、あの、もう、囲碁といえば日本っていう感じでしたけれども、まあ、しかし、今やね、もう世界の囲碁となっておりまして、まあ、あの、英語圏でもね、あの、どんどん広まっているわけですけれども、 まあ英語圏でもね、あの日本語の囲碁用語がそのまま使われているということになって、えー、きていますよね。えーまあ、例えば、当たりであるとか、桂馬模様とかね、まあ、そのままあの日本語の用語がこう通じるというものが、まあ、かなり多いんですけれどもで、その中にあって、じゃあ中国流は何て呼ばれているかっていうと、これチャイニーズオープニングですよね。まあ、中国の布石としてこう世の中に広まっているというのは、まああの後世の我々としてはちょっと残念なことなのではないかなと思っています。 これは本来の筋から言えば安長スタイルとかね安長フォーメーションとか、えー、呼ばれて広まって叱るべきものだと僕は思っています、えー、そしてまだ話は終わりませんいやむしろここからがもっと声を大にして言いたいところなんですねさあ皆さんこの布石はこれ何と言うでしょうかミニ中国流ですねまあこれさっきの中国流に比べて、まあ、これに比べてねあのー、ちょっとこう似た形なんだけれどもこうサイズ感が え、ちょっと小さいので、まあ、ミニ中国流というふうに、ま、呼ばれるようになったと思うんですけれども、しかしこれ僕に言わせれば誰だそんな名前をつけたやつはっていう感じなんですよね。じゃあなぜそういうふうに思うかっていうことなんですけど、えー、こちらをご覧ください。えー、この布石、まあ、この白の形ですね。これ、あの、さっきと全く同じ形ですよね。じゃあこれはいつ打たれた碁なんでしょうかこれは、 1684年に打たれた碁です。今から350年ぐらい前ですね、約に打たれた碁でして、まあ、打った人は本因坊同作ですね。これ大事なことなのでもう一回言いますけれども、1684年にこの不正規を同作が打っています。まあ、以後の神様とも言われる同作がね、あの、約350年前にもう打っている不正規なんですよ。これ同作流じゃないですか。どう考えても同作流だと僕は思っています。 つまり何が言いたいかっていうと、これが本家本元なんですよね。こっちが先にありきなんですよ。で、安永先生ももちろん、その道作を参考にしてあ、さっきのね、あの、これを、えー、打ってるわけなんですよね。ということは、むしろ、あの、こっちがね、あのー、あの、これがミニ中国流じゃなくて、こっちが大道作流と呼ばれてもいいぐらいだと思います。 ま、これがあの、中国流って呼ばれ出した当時も、ま、これは同作流と呼ばれるべきだと主張されたあの、先生も何人もいらっしゃるんですけれども、ま、なぜかあの、目されて今日に至っています。ですので、ま、これもね、あの、作流と呼うべきだという方もまあいらっしゃるんですけれども、ま、僕個人の考え方としては、ま、これ作先生はこの小目からここに開く、このね、開き方をよく使われたんですけれども、この一手目にこの星に打って、 で、で、3、5で、あの、いきなりこの構えを作るという、このね、組み合わせは、まあ、これ安永先生の工夫なので、まあ、僕はこれ安永流と呼んでいいのではないかなと思っています。でもこれをま、道作流って呼ぶことももちろん、あの、否定はしません。え、しかし、もう、これはもう完全に道作流です。もう、この特徴はもう完全に道作流なんですよ。こっちがもう真の、あの、道作流であって、 あの、だから逆にね、もうこっちがありきで、あの、こっちを、あの、ミニと名付けるというのはもう完全に主従が逆転している話だと、まあ、けしからん話だと、もう僕に言わせれば、えー、思っているわけですね。まあ、とはいえ、中国流っていう名前がね、もう広く横碁界に定着していますので、まあ、急に同作流とか言い出したらみんな、あの、戸惑うと、えってなると思いますんで、えー、まあ、まあ、しょうがなく中国流ということあるんですけど、まあ、あと感染期とかね、僕書くことあるんですけど、 まあ、あと、こう、講座とかで説明するときに、まあ、しょうがなく、もう、しょうがなく、ミニ中国流とか、あの、いうことがあります。まあ、しかし、そのとき僕は、あの、もう、心の中で泣きながら、あの、ミニ中国流って、あの、書いたり言ったり、あの、しているわけですね。まあ、本当にもう、あの、定着している名前なので、今更名前を変えろというふうには言わないですけれども、まあ、せめて、一人でも多くの方に、まあ、このことを知ってもらえたら嬉しいなと。 思ってまあ、この動画を撮ったわけでございますはいということで今回は以上ですこの動画が良かったらいいねボタンとチャンネル登録、えー、ご感想ご質問などありましたら、えー、コメント欄の方によろしくお願いしますそれでは最後までご視聴ありがとうございました